林歩美は日本の女子プロレスラー、女優。2019年のコスチューム10年以上のダンス歴、小学校4年からのバトントワリング歴があり、舞台を中心に縦のできるアクション女優として活動。2015年までは林歩美名義。ビギニングプロダクションの舞台に出演した経緯からアクトレスガールズビギニングに興味を抱き、 練習生期間を経て2018年11月15日、後楽園ホールでの堀田由美子 VS、松井玉社 VS、林あゆみ VS、桜井優子戦でプロデビュー。異例の4米戦でのデビュー戦となった。安定した下半身を褒められ、ドロップキックを得意技にする。デビュー2000以降、ねじり、鉢巻に、ハッピ姿で入場するお祭りキャラクターとなり、 は、勝利を掛け声としている。12月23日、ビギニング、天ヶ崎市中小企業センター大会での入り江、綾野桜井優子戦で、パートナーの先が勝利し、プロとして初めて勝ち名乗りを受ける。2019年からのブランド分けでは、アクトレスガールズカラー、S 所属となる。2019年1月20日、カラー、S 旗揚げ戦では、 関口翔に9分18秒で乾杯。2021年7月16日、練習中の怪我のため7月18日以降の大会欠場が発表。同年9月10日、婦人家系疾患により、激しい運動が困難との診断からプロレス活動を休業することが発表される。芸能活動は継続。得意技の推車落とし、ありがとうございます。